抹茶のガトーショコラ作っていきます。材料は、はい、生クリームとホワイトチョコ溶かしていきます。まずバターを細切りにします。あ、最悪。ここにグラニュー糖を加えて、お家に上白糖しかなかったんで、もう上白糖でしたね。中心から乳化させます。はい、混ざったので中に合わせます。ちょっとさ、作る外のまくり入れます。中心から混ぜれば、美味しそう。やばい、ボールが小さすぎやろ。
どうしよう、困るな。でも余った、どうしよう。35分焼きます。やば、触れた。やば。もうちょっと冷やしたらずっしりになるんだろうけど、もう食べたいので食べます。美味しそう。多分明日ぐらいだと思う。ちょっと、うまっ。取った方が綺麗だった。入った。色、うん、はしっとり系。うん、生クリームと。スフレ感すごかったもん。